どうもこんにちは。今回はですね、ゾーズウィンズのレールロードランタン、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介します。まあ、このねゾーズウィンズっていうメーカーがあんまり聞き慣れない方もいるんじゃないかなと思うんですけども、キャンプのね収納用バッグだったりとか、ランタンというものをね主に作ってるみたいです。まあ、見た感じでですねレトロなランタンだなというのがわかると思うんですが、色はね3つあります。シルバーとグリーンとブロンズ。この手には珍しくですね黒がないんですが、僕はグリーンを選びました。でこのランタンのホヤの部分ですよね、ホヤの部分に関しても、いろんなものが用意されてまして、今これはですねノーマルのものから変えてます。型番でいうとですね TWDZ3 というやつなんですけども、本来はですね透明なホヤがついてます。で種類としてはですね透明なホヤを入れると6種類、まあ、ちょっと変わり種としてはですね青いホヤだったりとか、あとはこう花火みたいになるようなホヤですね、そういったものも売られてます。まあ、ホヤに関してはですね人によって好き好きがあると思うので、好きなものを選べばいいかなと思います。ちなみにこれがね元からついてたホヤです。これが透明なホヤ、ただちょっと雰囲気が欲しいなと思ったんで僕はこういうものを選びました。まあ、このホヤを変えるだけでねだいぶ雰囲気が変わると思います。ちなみになんですが、これがレールロードランタンでしょ。でもう一個ね前から持ってたランタンとしてデイツのナンバー80というのがあります。こうしてみるとですねレールロードランタンが結構コンパクトなのがわかるんじゃないかなと思います。まあ、とはいえねこのナンバー80が大きすぎるっていう問題もあるんですが、まあ、ぶら下げたりするのはですねこういったコンパクトな方がおそらく向いてると思うので、まあ、ちょうどいいサイズなんじゃないかなと思います。まあ、これ両方ともですねレトロな感じのランタンではあるんですが、共通しているのはですね、まあ、そこまで明るくはないです。まあ、本当に明るいランタンが欲しいんだったらやっぱり LED ランタンとか買った方がいいと思うので、これはねなんていうか雰囲気ものロマンものですよね。そういった感じで捉えていただければなと思います。でこちらなんですが、構造はねとてもシンプルです。ここにねレバーがあります。ここにあるんですが、これを上に持ち上げると開きます。で開くので、そしたらここからホヤを外します。そうするとこの下の部分ですね、下の部分に燃料タンクがあるので取り出します。中はねこんな感じですっからかんになってます。まあ、この辺がですね今まで持ってたデイツのランタンとの大きな違いなんですが、レールロードランタンに関してはこんな感じで燃料タンクが外せます。ただデイツに関してはこの下ですね、ここに直接ですねオイルを入れるのでオイルタンクを外すっていうことができません。まあ、使い勝手としてはですねオイルタンクを外せる方が絶対楽だと思うので、そのあたりは魅力なのかなと思います。でこれだけ大きさが違うので、この芯の部分ですよね、芯の部分もね結構違うのかなと思ったんですけども、デイツの方はですね 2.1mm、 じゃあレールロードランタンの方はどうかっていうとですね 2.1mm ということで、ほぼですね使ってるものは同じというか全く同じでしょうねということがわかります。ただこれね大きさは違うじゃないですか、全く違うんですけど、じゃあホヤがねこんだけ大きいとするじゃないですか、こんだけ大きくてこっちはちっちゃいんだけど、実際にね出す芯の大きさってありますよね。芯の大きさというか芯の長さかな、芯の長さってこんなもんなんですよ。出すのってこれぐらいかな、これぐらいなので結局どっち使ってもですね明るさははっきり言って変わりません。変わらないので、じゃあどっちがいいんだってことになると、これはもう好き好きとしか言いようがないんですが、まあ、こっちだとやっぱりでかすぎるかなってのは思いますね。あのキャンプを始めた頃にですね、とにかくでっかいランタン買えばいいんだろうと思って大きいやつを買ったんですが、まあなかなか場所も取りますしね、そんなに明るくないしっていうので、そこまで使うことがなくなっちゃったんですが、まあ、これぐらいの大きさであれば持ち運びやすいですし、いいのかなという感じがします。でこのレールロードランタンなんですが、ぶら下げたりとかね吊り下げて持ち運んだりはできます。できるんですが、重さ的にね 930g、燃料タンクの容量が 150ml なんで、重さと合わせると、まあ、1キロ超えになっちゃうのかな。耐荷重があるところじゃないとぶら下げるのは、まあ、危険かなとは思います。まあ、とは言ってもねこれぐらいだったら大丈夫だとは思いますが、ぶら下げるところには注意が必要という感じです。で重さをご紹介したんで今度は大きさです。大きさはですね高さが 24.5cm、まあ、ここまでの高さですね、ここまでが 24.5cm で、幅ですね直径がだいたい 18cm ぐらいで、持ち手も含めた高さでいうと 42cm となってます。じゃあせっかくなんでですねちょっとオイルも入れてみましょう。でオイルの入れ方なんですが、これをですねひねります。ひねると
これが外れるので、この中にオイルを入れれば OK と。ということでちょっとオイルを入れていきます。まあ、入れるときはね、何かしらのろうとかなんかあった方がいいかもしれないですね。さあ、これでオイルが入りました。で、これをですね、この本体の中に入れていきます。まあ、基本はこれだけなんですが、こうやってライターで火をつけようとすると、このホヤがあるとなかなかつけづらいので、まあつけるまではね、ホヤ外しとってもいいのかなと思います。まあ、こんな感じで芯を出したら、ここに、すすが出ないぐらいの大きさですよね。で、ホヤをつけて蓋を閉めれば OK と。これ見てわかる通りですね、この芯がね、出るか出てないかぐらいしか出してません。まあ、これ以上出しちゃうとすすが出ちゃうっていう問題が発生するので、まあ、大体これぐらいで使うのがいいのかなと思います。まあ、さっきのデイツぐらい大きかったとしてもですね、得られる明るさっていうのは大体変わりません。こんな感じのですね、静かな明かりを楽しむことができるというのがこのレールロードランタンの魅力です。さあ、それではですね、いい感じに暗くなったので、つけてみようと思います。ちょっと普通のライターだとつけづらいんで、なんかやっぱチャッカマンとかあるといいでしょうね。風があるんでこのままだと火が安定しませんが、だいたいこんな感じの明るさですかね。ちょっとは調整できますが、まあ、これぐらいが限界かなと思います。で、これがノーマルのホヤですね。元からついてる、透明のホヤ、透明のホヤを使うとこれぐらいの明るさがあります。で、今度はこちらのホヤですね、色がついてるホヤ、これを使ってみると、これぐらいの明るさになります。ただ先ほどもお話ししたんですけど、こういうランタンはですね、やっぱり雰囲気のものです。明るさを求めるというよりかは雰囲気を求めるようなもんだと思うので、このホヤを変えることによってね、かなり雰囲気出るんじゃないかなと思います。で、今結構ね、風が吹いてます。風吹いてるんですが、まあ、ご覧の通り全く問題ないですね。で、このレールロードランタンのですね、燃料タンクなんですが、150ml となってまして、満タンでですね、10時間使用できるということになってます。で、替えの芯がですね、2本ついてるので、まあ、新しくね、替えの芯を買う必要はないのかなと思います。もし替えの芯をね、買うようなことがあるとすれば、まあ、相当これを使い込んだ後ということになると思います。で、この上の部分ですね、これもう1回使ってるんでススがついてるんですが、まあ、これもね、味になってきて面白いところだと思います。で、ここにね、通気口がたくさんついてるので、通気性もね、かなりいいと思います。こう下から上に上がってきた熱もここから出やすいと。でも風は入りにくい設計になっているので、まあ、風に強いランタンというのはですね、屋外キャンプで使うにはですね、かなり必須なところだと思いますので、そういう意味でもですね、このレールロードランタンというのは、まあ、昔ながらの形のランタンではあるけど、まあ、よく考えられているランタンだなと思います。で、この下の部分ですよね、下の部分に関してもここ熱くなりません。熱くならなくて、足はあるんですけど、この下の部分がね、宙に浮いてるような設計になってるんですよ。なので、まあ、この辺もね、しっかり考えられてるなと思います。まあ、このホヤに当たりにくいというかね、手とかがホヤに当たりにくいし、この足の部分に関しても熱が伝わりにくいので、かなりね、使い勝手としてはいいと思いますよ。ということで今回はゾーズウィンズのレールロードランタン、こちらをご紹介しました。まあ、ちょっとね、お値段高めではあるんですが、まあ、その分存在感もバッチリありますし、風にも強い、そしてホヤなんかも変えられるので、まあ、自分の好きなようにアレンジできるランタンということになっていると思います。気になった方はですね、概要欄の方にリンクを貼ってます。
そちらもですね、ぜひ見てみてください。それでは